はい、では今日はカツオと昆布を使った合わせだしを取っていきます。用意する原料は水1リットルに対して昆布が 20g、 そしてカツオの削り節が20から 40g です。カツオの削り節は薄削りでも厚削りでも構いません。では次に用意するものです。用意するものは鍋、そして鍋に水を1リットル入れます。そして煮出しただしをこすためのざるとその受け皿の鍋になります。ではまず最初に昆布のだしを取っていきます。先ほど用意した昆布を鍋の中に入れて10分以上放置しておきます。はい、では10分昆布を水に浸したので、ここから弱火で加熱させていきます。はい、ここで注意するのが火の強さは弱火でじっくりと水を沸かすこと、そして沸騰直前に昆布を取り出すということです。弱火にかけた昆布は沸騰直前に取り出します。沸騰直前の状態っていうのはこのように鍋の底に小さな泡が出てきている状態のことを指します。では実際に、昆布を取り出していきます。はい、では昆布を取り出したら昆布で取った出汁を1回沸騰させます。沸騰させる理由としては昆布の匂いを消して昆布の旨味だけを残すためです。はい、ではこのように沸騰したら火を止めて削り節を入れていきます。削り節を入れる時のポイントは、混ぜたり押し込んだりしないでそのままにしておくことです。このまま火をかけることなく、10分煮出していきます。はい、ではかつお節を入れて10分経ったのでこしていきます。出汁をこす時のポイントは削り節を絞らないということです。削り節を絞ってしまうと雑味、えぐみ等が出てしまうためです。はい、こちらがカツオと昆布で取った合わせ出汁です。カツオと昆布の合わせ出汁は和食の基本となっています。味噌汁やうどんのつゆ、雑炊、茶碗蒸しや煮物など多くの料理に使われております。ご家庭でも簡単に作ることができますので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。